私たちの愛の歌に形を与えることができる。制作が決まった時はそのことがとても嬉しかったです。撮影本番も楽しかったのを覚えています。それにスターリッシュの仲間たちが愛を表現する姿は美しかった。撮影中から早く皆さんにミュージックビデオを見せたいという気持ちでいっぱいでした。しかしそういうのをせっかちと言うそうです。せっかちは損をすると仲間から聞いたので、ちゃんと待つことにしました。でも待っていてよかった。完成したものは撮影をした時よりもさらに素敵な映像になっていました。今この素晴らしいミュージックビデオを皆さんに見てもらえるのがとても嬉しいです。私たちのミュージックビデオを見てくれてありがとうございます。マイプリンセス、スターリッシュの愛は伝わりましたか？この愛が心に届いたなら、私はとても嬉しい。これからもずっと、私たちは心からの愛を歌い続けます。そして、ずっと応援したくなるようなアイドルに成長していきたいと思います。どうか見守っていてください。あなたがいれば、私たちはずっと輝けるのですから。